演武開演。どうも、本日はこちらローソンのとろーりゆずぜんざいを食べたいと思いますが、これは温めるものなのでちょっと温めてきました。本当にとろとろとしています。ゆずのいい香りです。ゆずが入っていると書いてありましたが、ここまで。ではいただきます。味覚だけでなく嗅覚でも五感二つで楽しめるんですね。さっぱりとした甘さのあんことあって美味しかったです。そしてゆずが入っていることで香りも楽しめました。お正月にも食べたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。